米田智彦は、日本の編集者、文筆家、コンテンツディレクター。福岡県出身。全ライフハッカー、日本版編集長、ファインダーズ総監編集長。福岡市出身。福岡県立周遊館高等学校卒。青山学院大学在学中からミュージシャンとして、活動。編集者に転身を、研究機関、出版社。 IT ベンチャー勤務を経てフリーの編集者、ディレクターとして出版から Web、ソーシャルメディアを使ったキャンペーン、プロダクト開発、イベント企画まで多岐にわたる企画、編集、執筆、プロデュースに携わる。2005年より東京発未来を面白くする100人をコンセプトとした Web マガジン東京ソースを有志と共に運営。 数々の次世代をクリエイトするイサへのインタビューを行う。2011年の約1年間、家財と定住所を持たずに東京という都市をシェアしながら旅するように暮らす生活実験、ノマド東京を観光。約50カ所のシェアハウス、シェアオフィスを渡り歩き、ノマド、シェア、コワーキングなどの最先端のオルタナティブな働き方、暮らし方を実践する100人以上の ライフデザイナーと出会い、その現場を実体験する。2014年3月、ウェブメディア、ライフハッカー、日本版の編集長に就任。2014年6月より、東京 MX テレビが平日朝放送している、モーニングクロスの純レギュラーのゲストコメンテーターとして出演している。ただし、不定期出演純レギュラーは自称であり、該当番組公認の純レギュラーではない。 2014年10月、小屋展示場 by ス住カかに自身が、企画立案した移動型モバイルトイレ型書斎、インアウトゴーを、デザイナーの安藤良子の制作で出展。ものづくりの分野にも進出。2015年4月、東急ハンズ銀座店にも、小屋をめぐる冒険ものづくり者たちの見本誌に、同作品を展示。2017年6月、ウェブメディア、ライフハッカー。 日本版の編集長、退任。2018年2月、株式会社 CNS メディア代表取締役に、就任。2018年4月、クリエイティブビジネスをコンセプトにした、ウェブメディア、ファインダーズを創刊。発行人権編集長に就任。ありがとうございます。